上野さん、こちら新しい作品で、はい、名前は作品の何て言うんですか？暴走花池豪庵です。豪庵、豪庵何ていう意味なんですか？豪庵、行くの豪です。うーん、豪ひろみの豪。へぇー豪です。レッツゴーの豪、豪にいおりの庵、まあ両方とも英文字で豪ハイフォン庵って豪。へぇー今回竹だけでこれ一から作られたんですか？そうですね。竹と、まあベースはこれ、あの足元は単管がでベース作って、で床張って、あとは全部竹です。まあ、今回もお茶室はお茶室の機能として作りました。これって何をイメージされてるんですか？まあ、あの構造自体は合掌造りです。合掌造り、合わせて、うーん、一回やってみたかったんですね。で一番こ高さ、これ今までのやつで一番高いんですけど、高さ出しつつ伊織風になって、うんうん、そこからちょっと後ろに背も足りない。まあここでお手前するならこう固定してこんな感じで。こちらの作品芸術祭に出展、はい、出展というのはされるんですか？10月の、789で、行われる、埼玉国際芸術祭の中の、カート、車のカーにアートがくっついて、うん、カーアートっていうタイトルの、グループショーに車で参加して、いろんな車を使ったアーティストたちが集合して、みんなで埼玉の街中を連なってツアーするみたいな。まあそれを2日か3日、実際は3日間なんですけど、僕が参加できるのは2日間だけど、8と9と。その参加のためにこの作品は作られたわけではなく、まあ、その参加もあったし、今日今ここ須佐野神社って南千住にある、はい、非常に由緒正しい、はい、ここでやるこのイベントの中でもこれお茶室として使えるねって話してて、ここでも利用できるねっていう。あと来月続き、あの横浜の続き区にある続き民間園というところで、あの花を生けて見てもらう花会のイベントをやるんですけど、そこでもこれ登場させて、そこでは本当にお茶を、お茶室もあって来た方にお茶を飲んでいただくので、この上でも飲んでいただけたら。なるほど。まああちこちで、あのまあ談話室みたいなもんですと、うん、お茶飲まなくても、うん、みんなで上がってお酒飲めばいいし、いおりです。